どうもー、ブラックマークチャンネルのマークでーす。さあ、今日はですね、初めてのテムということで、私初めて今回テム TMU テムの方を利用させてもらいました。ママンはね、以前ね購入したことがあるみたいなんですが、私は初めて利用させてもらいました。というのもね、きっかけはインスタグラムの方を見ていた時にね、広告が流れてきて安く購入できるみたいだったので買ったという形ですね。でね、まあ、前から欲しかったものがあったので購入したんですけど、ただね、物がどれだけいいのかっていうのはね、正直不安はあったんですが、まあ、早速開けていきたいと思います。ここにね並んでる商品、これは違うんですけど、この右上のは、これ 1,2,3,4,5 5点購入しました。合計が4200円だったかな。ただ一つ一つの値段はね、そんな値段ではないんですが、もっと高いんですけど、まあこれ5点で4200円でした。で、まあ私がね、ちょっと前々から気になってて欲しかったのがこれなんですよね。こちらスマートフォンのジンバルですね。こちらがね気になっていたので買いました。でこれだけね、ちょっと使う用があったので、もう開封済みなんですが、他のはまだ開けてないんですよね。なのでちょっと一つ一つ開けてみたいと思います。じゃあまずは、そうだな、一つ目、これからこちらからいきましょう。はい、まず一つ目、これは、まあ、ここにね絵が描いてあるから、まあ、この通りのものなんですが、こういうもの、 LED ランタンですね、キャンプ用ので、色が3色展開だったかな。3色ですね。黒、アイボリー、オリーブだったかな。早速開けてみます。テムさんっていうのは本拠地はねアメリカにあるみたいですね。ただこちらは中国から送られてるかなと思います。なんかね、税関を通る際に、あ、税関？お金がね、そこでね、かからないらしいですね。安く商品してるから。高い商品だと、税関？関税？ちょっと忘れちゃったけどね、かかるらしいんですけど。こんな感じ。かわいい。かわいいしね。色も良かった、これ。充電、もうタイプ C になってますね。充電はね。ありがたい。これボタンを押すみたいです。おお、明るい。あ、色味の調整、明るさ調整ってあるのかな。1,2,3,4,5,6,6種類。この色のちょっと押さえたやつ。この色のちょっと押さえたやつ、この色のちょっと押さえたやつで、次で切れる。かわいい、かわいいですね。いいもの買った。普通の値段が3927円なのかな。今見ると 70% 引きで1139円とかって書いてあった気がします。気がしますとか今見てます。はい、あとこういうものと充電ケーブルもついてます。まあね、説明書ついてるけど必要ないですね。はい、1点目こちらでした。
2点目、こちら。これはね、どういうものかというとね、はい、こう、車の中のカーテンですね。サイズがね、高さ80センチ、あ、これね、高さ80センチの横70センチが2枚かな。で、高さ65センチの横85センチが1枚入ってるのかな。で、これが袋みたいです。こんな感じで取り付けられる。みたいなんですが、まあね、K の方に付けようと思ってますけど、ちゃんと付くのかな。まあ、それは今度、後々動画でやりたいと思います。じゃあ、早速開けていきます。はい、袋に入ってますね。出てきました。ああ、ここで開けると大変か。今度動画でこちらはやります。なので今はやりません。うまくつくといいけど。はい、こちら押します。はい、次、これフライパン、こちらはね、あ、ちなみに今のカーテンはね、通常買うと4171円、今 63% 引きだから1526円になってますね。はい、で次がフライパン、あれ、フライパン、こういうもの、朝ごはんでね、目玉焼きとウインナーとかやるときに、目玉焼きのところと、このウインナーとか、ハムとか、ベーコンとか焼くところがあると便利だなと思ったので、買いました。こういうタイプもあるし、これはね、普通に家にある、こういうのあるからいいんですけど、あと、ちょっと動画で映っちゃってるけど、こう4つ穴っていうのもあったんですよね。これと悩んだんですが、4つは使わないなと思ったので、こんな感じでね、選べるんですけど。あ、この3タイプ。私はこれ選びました。じゃあ早速開けていきたいと思います。値段がね、普通に買うと3597円で、今 61% 引きだから1382円って書いてあります。はい。部分とフライパン部分がパンっていうか、パンの部分が分かれてます。ああ、プラスドライバーがないと、プラスドライバーがないとダメなのか。ダメですね。手で簡単にだけ取り付けてみます。持った感じ軽くていいですね。テフロン製なのかな、ちょっとそこわからないんですけど、こうつけて、こうつけて、こうつけて、ここでプラスドライバーで回すと。今奥まで入っちゃったから回せません。あ、ちょっと爪でいけるか。回ってるのかな、回ってないな。まあとりあえずこんな感じ、こういうのを買ってみました。はい、じゃあ次、あと2点ですね。はい、お次これなんですけど、ラグです。ラグで、ね、デザインが某ブランドなんですよね。だからこれいいのかな、ちょっと名前は出さない方がいいのかなと思います。大きさが130×160cm です。自分の部屋にラグなかったのでこちらを買いました。
値段が今買うと5211円。54% 引きになってるから2379円でした。はい、次。というか最後。私が欲しかったやつね。はい、ジンバル。正直ね、これ使ってみたんです。めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった。はい、こちらお値段、通常で買うと16,939円。今は 57% 引きになってるから7165円です。開けてみます。これね、最初どうかなと思ってたんですけど、めちゃくちゃ使いよかったですね。説明書。英語ですね。あ、日本語もあった。これね、Bluetooth 接続なんです。で、名前がね、ちょっとわかんないんだけど、モデルが F8 って書いてあるんですね。はい。で、こういうものが1点と、三脚になる足の部分、これもついてます。あと、充電するタイプ C で充電しますコードです。はい、こちらでね、バッテリーはねどれぐらい入ってるかなと思ったら半分ぐらいは入ってましたね。なのですぐ使える状態でした。で、これどうやって使うかっていうと、ここにスマホをこう挟むんですが、でこの右についてるこの部分が電源になります。電源上に押すと電源、はい、じゃあ電源入れます。入れると、はい、自動でこういう形になるわけです。で、左にも上と真ん中と下ってあるんですが、上にするとね、この FPV って言って、なんていうのかな、ここを取ってたら、こうね、こう動いても、この形がキープされるんですよね。これをまあね、検証動画やってみたいとは思うんですけどね。なんかね、ちょっと接続おかしくなりました。で、えっとね、これ、iPhone 11 Pro Max で一番大きいサイズのものなので、これだとね、重心がね、どうしてもこうなりがちなんですよね。なので、そんな時に、見えるかな？ここの部分、これ回して、ここをグッと、広げてあげるんです。で、また止めます。そうすると、このスマホにはとってもぴったりな重心になるんですよね。これはね、ちょっと触ったからわかることなんですけど、これ。じゃ電源入れますよ。はい。入れると勝手にこの形になる。で、この LF が何だったかな？あ、LF、この一番下になってると、こういう動きでもう手ぶれしないんだ。そう。で、一番上にすると、固定？この箇所で固定で、できるのかな？確か。こうやってもね、ぶれない。で、私が一番使ってたのが、この真ん中の、HF って形、ハンディフリーなのかな。それにしたときに、このジョグダイヤルみたいなのがあるんですけど、上に押すと、上の方を撮影してくれるんですよね。向きが下を押します。こういう風に。こう。
ここまで自撮りまで行く。こんな感じ。で、右側撮りたかったら、左側撮りたかったら、こう。これは縦モードですね。すごく結構だからこれ賢いですよね。あ、縦モードになったら縦モードになりっぱなしになっちゃった。戻らない。ここら辺はねまだちょっと使い方があんま慣れてないんで、ね。何してもねこれすごいこれ本当に。横モードにしたいんじゃない？はい、そう。はい。でね、これはね、やっぱスマホとこの機械の重さで結構重いんですけど、まあ、固定してたらね、また立って撮ってたんですけど、なんか、この重みもちょうどよく感じちゃって、これ今斜めになってるのここちゃんと入ってないからね。なんですけど、すっごい使いやすかったんですよ。ほら。これは今度ちょっとね、どんな風に映るか検証動画させてもらいたいと思います。すごいいい買い物だったなと思って。で、これちょっと取り付けてみましょうか。三脚つけても耐えられる重さなのかっていうのはやってないので、はい、お、全然平気、うん、余裕で耐えてますね。こんな感じ。便利。よかった、これ。使い勝手がすごい。という以上5点になりますね。まあ、こちらの商品と、こちら。あの、車の中につけるカーテンみたいなですね。この2点は別でまた動画を撮って、紹介できたらなと思います。これに、ね、ジンバル。モデル F8 3アクシスジンバルって書いてあるのかな。バッテリー 2500mAh キャパシティ、ね、で Bluetooth でこれもう今つながってるから、こういうね動きができるんですけど、うん、Bluetooth もすごい簡単につながりました。はい、ということで、初めての店舗、4200円の買い物だったんですが、大満足。特にもうこれ1台で正直大満足。他のものは別に欲しかったわけじゃないけど、買わないといけないから買っただけなんでね。買わないとなんかその適用されなくて。なので買っただけなので、4200円、とっくに超えてるかなと思うんですが。はい、ということで、初めてのテムということで動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。